ちは。こんにちは。さあ、監督、始まりました、ね。まあ、もう、紹介しなくても大丈夫だよね。はいはい、年末もね、年末もね、はい。もう、あれで好感度アップだから。すごいですよ。いや、監督の。あなたは監督のだ。嘘でしょ。いやいや、ほんと、嘘でしょじゃない。いや、ほんとほんと。どういう好感度かわからない。いやいや、あ、こんなに気さくな人だとは思わなかったって。あ、なんか喋らないイメージがあったみたいね、なんか。そう。うん、いやすごい好感度あってさ。ありがとうございます。まあ、始まったね。始まりましたね。どう？オフと始まったのと。いやね、今日一日でしょ、まだ。腰痛いもん。わかるでしょ？わかるよ。ずっと立ってんのこんな苦痛はないよね。あ、まだまあ、コーチやってる頃にノックするとか、いろんな動いてればなんてことないんだけど、ずっと立ってるとね。腰がきついんですよ。そうなんです。いよいよ始まりました。ね。まあメインにいて選手の動きをチェックし、ブルペンに行って、はい、ね、チェックし、誰が一番目立ちましたか。まあ初日ということもあるんだけど、選手たちはやっぱりこの今年開幕が早いということをしっかりとこう、まあ。頭の中に入れて調整してきてくれたのかなという感じは受けました。やっぱね、心強い。ああ、やっぱりそういう意味では。やっぱりその選手たちがやっぱり当然こっちが言う前に、うん、そういうふうな準備をちゃんとやってきたなというところは、うん、いいなと思います。あ、じゃあ初日はちょっとホッとしたような感じで終わり。でも初日って頑張るんだよね。まあまあそりゃそうだよ、ね。そう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 。お前、そう、お前、実質ね、何やってたんだって言われたくないんでね。だからこのワンクール4日間でちゃんとしたことがこうできてくればもうやってきたなっていうことは判断できるんじゃないかと思うんでね。でも 1日目から怒られたやつがさ、もう2軍だよ。そう、それはダメだよ。それは体重5キロオーバーとかね。そうね、それなのアウトです。やっぱこう巷でさ、いろいろなこう構想、噂、うん、いろんなことをされてて、その中で一番外崎をどう使うのかとか、一番誰を打つのかとか、もう監督の口から聞きたいわ。まあ中はそんなに変わることはないと思うんだけどね。だから外崎はもし一番に行ってたら当然変わってくるだろうし、そういう可能性もゼロではないし、やはり、年間最多安打を打つ秋山がいなくなったところ、一番が、うん、一番キーになってくるんじゃないかと思うし、昨年もこう金子一番にというところで、まあ、浅村が抜けて、うん、秋山を3番に入れて、うん、というところでこう使ってみても、やはりもう一つというところがあったんですね、うん、ただ彼がこの自分が秋山さん抜けてセンターをやって、うん、一番打ちたいという気持ちがなんかひしひしと感じるんだよね。なんか言葉で聞いたわけじゃないんだけども、うん、俺やるんだっていうことを感じて、昨年の秋季キャンプから本当に振り込んで、うん、バッティング良くなったんでね、うん、今のところではもう一番を打たせたいなっていう気持ちではあります。でもなんかあれだね、オフに会った時の顔と今の顔と全然違うね。やっぱり今も私全然違うな。なんかなんかそうじゃない、俺の顔でも入ってたし、いやなんか怖くなったわ今。いいよ本当に。いやだけど西武打線を見てると、一番打者ってやっぱ大きいなと思うのは、うん、やっぱ3番から100打点取りようが続くじゃない。まあ普通に並べればね、だから1番の出塁率、2番の出塁率、これすっごい大きいよね。だからもう一つはね、新外国人選手ね、スパンジェルバーグね、これが一番っていうのが面白いかなと考えることもある。やっぱりその生じゃないけどこう映像でずっと向こうのアメリカでのこのプレースタイルを見てて、すごくアグレッシブで、なんかチームに勢いが出そうな可能性もあるような選手でもあるし、それはまた当然この日本に来てこういろんな練習を見て可能性を探るんですけどね、まあだからはっきりとはこれに決めましたってことはないんですけど、やっぱりこういう姿を見てて金子がやってくれればなとは思ってる今のところでは。じゃあ今一番心配して、まあ心配してるっていうか期待してるのは、やっぱ金子を一番しっかり座れみたいな。
そうだね、そういう思い。そうだね、やっぱ彼はもう一つ足もあるのと、まあ、体も強いのもあるし、うん、まあ、これが一番が欠けてね、うん、もうとっか引っかいじゃ落ち着かないでしょうし、ね、うん、そういうところでは、まあ、できればいいかなと思ってますけどね、うん、なるほどね。あの3連覇に向けて、いろんなチームがいろんな補強をしてるじゃない。すごいよね、毎年そう。すごいね。どんな戦いを想像してんの。だからそこまで補強して選手余んないのと思ったら、ね、思っちゃうようなチームもいるけど、まあでもそれはそれで戦うのはね、うん、試合に出れるのは人数限られてるし、まあそうだね、ただ投手力がやっぱりガーンとくればきついかもしれないですけどね、うん、まあ、その分やっぱり、まあ、うちとしては投手陣がいかにこう奮起してくれるかっていうところは今年の鍵でしょうね、うん、まあ、さっきあの松坂が話をしたけど、やっぱこうなんか闘争心があるね、大輔はそう、なんかそういうことも期待をして、やっぱこう若手と接してほしいっていう、やっぱ指導者としてはそうじゃない。そうだね、あのまあ本当にあの松坂に本当に1ミリもこうチームのことを考えてなんか やってくれなくていいし、もう本当に自分がやっぱり今までこう経験してきたことをやって、ライオンズが最後のユニフォームだっていうこの男気でこう入ってきたと思うんですね、うん、だからそこで、うん、自分がマウンドに上がるためには何をしなきゃいけないかというところ、自分のそのマウンドに上がって、うん、一生まず一生するっていう、うん、そういうイメージのを持って練習やってくれれば、うん、それが絶対にね若い選手たちにと大きなこう刺激になると思う、うん、いやさっきも松坂もまさしくそのことを言ってた。あ、そう、もう言葉はちょっと違うけど、うん、でも選手も一緒だね。一緒ですね。そうだ、はい、これなんかそういう育ちをしてるのかね、ライオンズの選手って、はい、うん、まあどうだろう、それは分からんけど、ちゃんと喋ってた、緊張してなかった。いやいや、聞きたいことたくさんあって、いろいろ聞けましたよね。あ、俺が緊張するの。あ、緊張した。まあ、あんま緊張するタイプじゃないからね。いや、みんな他の選手はもう緊張してるからね。まだ、あ、なんかね。松坂投手もそうですし、辻井監督もそうですけど、自分が強くなる、イコールチームも強くなるっていう、その精神でやっぱライオンズなんだっていう。やっぱライオンズでしょ、はい、そこら辺は。でも昔はそういう教育じゃなかった、うん、いや、そうそうそう、ここもう自分のことを精一杯やりながら、そう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 、守って打って走って、うん、それが集まったら強いチームになるんだ、うん、そう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 、うん、だからもうあれだもんね、優勝決まる残り10試合ぐらいでチームはまとめればいいっていう風な感じだったもんね、うん、それまではもうとにかく競争し合えと、うん、いうようなことじゃなかった、うん、でもその中にやっぱりそういうできる選手っていうのは、うん、必ずこういう場面ではとか勝つためにはっていうことがやっぱりここが効くから、ね、そういうチームバッティングしたりとか、やっぱり自己犠牲っていうのも生まれてくるだろうし、まあ、それがやっぱりあの強くなるチームだと思ったけどね。さあ監督、はい、今年の目標は、ま、何目見合わせて、いやいやいや、今年の目標、今年の目標は、目標はもうもちろんまず一番目に来るのはもう V3 ですよ。そうだね、まあこんな、難しいこのハードルの高いその目標っていう、もうそれは分かってます、選手たちも分かってるし、これはもう毎年のことなんだけど、やっぱりこの戦国といわれるこの今パ・リーグのこの強いチームの中でトップに立つのは非常に難しいと思うけども、これはやっぱりその昨年までの経験を彼たちがどれだけこう自信として、また全員が一人がこう勝つんだっていう気持ちを強く持ってね、臨めばできるんじゃないかと思うし。なるほど、それからだよね。いね、顔が言ってるよね。顔が言ってる。プレッシャーがかかってる。いや、やっぱりほら、やっぱこう、いや、そうだ、そうだよね。監督になってこう3年目のこう選手たちがこうなってきて、こうなりつつある選手たちがやっぱりもう一つその上の舞台に立たせてあげたいじゃない。これが夢の、はい、俺の夢なんで、まあ、そういう意味では本当に、そこまで勝ち優勝して、日本シリーズという舞台に立ちたい、日本一になりたい、これしかないです。それは例年にも増して今年は強いものがよりあ、もちろんもちろんそうですよ、そうだよね、監督としてやっぱりそういう、まあ監督も1年1年で勝負してるわけだから、うん、やっぱり2年、あの2年終わったところに2年契約していただいて、うん、もう本当に、去年ああいう形をして選手たちの成長とともにまた今年はいけるっていう気持ちになってるんでね、うん、そういう意味では今年は本当に勝負の年だと思ってますよ。お、
なんか目が違う。怖いよ、お前。いや、もうだなんで。ちょっと酒飲むよ、今度。酒飲みながら話した方が、なんかこう、柔らかくていいですよ。こう、あ、そうだね。背負ってますからね。そうですか、ね、そう。でも期待してます。期待してます。じゃあ、本当にたまたまだったら、ごめんなさいよね。金柑たまたま。これ、あの、宮崎の金柑って、これ、このまま食べるんだよね。そう、皮まで。皮まで。はい、そうです。ツルンツルンになる。ちょっとずっと入れてたから、温まっちゃった。ちょっと若干、温くなってます。ブリョブリョになってんだけど。いや、大丈夫。美味しくいただきます。はい。どうもありがとうございました。